平野紫仕様の SNS 投稿で大混乱。特定されたカフェにファンが殺到する裏側とは、皆さん、こんにちは。ジャーナリストとして常に最新のエンターテインメント情報を追い求めている筆者です。今回は元キングプリンスへの平野仕様さんの最新の SNS 投稿によって引き起こされた大混乱についてご報告いたします。 7月7日、平野潮さんが所属していたジャニーズ事務所を退所し、戸辺での新たな活動を発表。その後、個人のインスタグラムアカウントを開設し、ファンとの交流を積極的に行っています。特に、7月30日に投稿されたカフェでの写真が、ファンの間で大反響を呼びました。 この写真に映る鮮やかなイエローの壁が印象的なカフェをファンはという間に特定し、それに伴いカフェはファンの押し寄せる事態に陥りました。平野さんのインスタグラムアカウントは現在375万人のフォロワーを抱え、キンプリの公式アカウントのフォロワー数を100万人以上も上回っています。彼の投稿は 更新されるたびにネットニュースに取り上げられ大きな注目を集めています。一方でファンが彼の投稿を見てすぐにカフェを特定し来店する様子は SNS 上で称賛される一方で苦言を呈する声も見受けられます。特にプライバシーの配慮やトラブル回避に対してファンに対して警鐘を鳴らす声が上がっています。今回特定されたカフェは 東京目黒区のスタンサンドイッチストア、スタンサンドイッチストアと判明。ファンの押し寄せに喜ぶ一方で、店側は対応に苦慮しており、一時的に予約やテイクアウトをストップし、投資営業を行う措置を取ることになりました。 平野さんは過去にも別のカフェで写真を投稿し、ファンに特定されたことがありますが、今回の投稿ではカフェの名前を明示していなかったため、間違えられる事態も生じました。これにより、店側に迷惑がかかる可能性も指摘されています。平野ノ仕さんの SNS 投稿は、 彼のファンにとっては楽しみな情報源となっていますが、特定されたカフェに対してファンが押し寄せる事態を引き起こす裏側もあります。ファンの熱心な応援は素晴らしいことですが、プライバシーやトラブル回避に対しても十分な配慮が必要です。今後も平野耀さんの活動に注目しつつ、良識あるファン行動が求められると言えるでしょう。